ここが診察室です。まあ、これ2番、他にもお部屋があって1から6番まであるわけですけども、まあ、今回2番を使って説明していきます。入ってすぐところにあるのが、まあ、いわゆる荷物置き、ここに患者さんを置いてもらって、その手前に、まあ、ティッシュの箱があるわけですね。で、ここがメガネ置きになって、でここにあの青色のファイルを置く場所があります。で、患者さんの座る椅子があって、診察台、机、コンピューターがあって、で奥には診察室の名前と、まあ、担当医の名前があります。で、ここになんか星型がありますけど、これは患者さんにここを見てくださいとかって言って使うのですね。まあ、あとはちょっと暑い時用に、扇風機がついてたりして、で横側にはファイルを置くところがあります。で、これはドクターによってこのファイルを置く場所を使ってスムーズに、カルテの出し入れをすることがあります。で、ここを使わないで、こっち側メガネ置きの上のところを使ってカルテの出し入れをすることもあります。